いや、ジョーさん、この高橋選手いかがですか。そうですね、もう高橋選手はやっぱりね、まあ、今後もやはりこう J リーグで活躍、ね、できるやっぱり選手になってもらいたいので、ちょっとあえて厳しいことを言いますけども、はい、これワンチャンスしかやっぱり、ね、ものできなかったんですよ。試合中なかなかね徹底的なマークにあったので、はい、もうやっぱり実節ですね、はい、翔平とやりますから、うん、強い相手とどれだけ戦えるかね、注目ですね。頑張ってほしいと思います。本当に2回戦も